お疲れ様です。料理研究家ひろさんキッチンです。今日はですね、一生懸命こねなくて OK 一晩ベーコンエピの作り方をご紹介します。今回の材料の中でポイントはぬるま湯です。ぬるま湯を使うと生地の発酵がスムーズに行われて失敗が減らせます。今回のベーコンエピの最大のポイント、これ見てください。こねません。生地がまとまれば OK です。こねなくて OK です。指2本しか使わないので手が汚れないんですよね。でなんでこねなくていいかっていうと、こんな感じで冷蔵庫で12から24時間じっくり低温で発酵させます。こうするとこねなくてももっちりした生地に仕上がります。でこの二重ラップは乾燥防止のためですね。だいたい12時間経ってればこんな感じで2倍くらいに膨らんでいます。もっちもちですね。たら生地を取り出して2等分にします。ここのガス抜きは結構雑で OK です。むしろ雑の方が仕上がりが美味しいです。パタパタっと折りたたんでもらって丸く成形します。そしたらこのまま乾燥しないように気をつけてベンチタイム約10分置いておきます。このベンチタイムは生地を伸ばしやすくするために休ませているって感じですね。これベンチタイムをやらなくて伸ばしたら全然伸びなかったです。今日は2種類のベーコンエピを作ろうと思います。まずはシンプルなベーコンエピ、こんな感じで2枚並べてベーコンを巻き込むように端からくるくる巻きます。あとはしっかりグッと閉じてもらえれば準備は終わりです。次は味を変えて黒胡椒、チーズ、ベーコンのベーコンエピ作っていきます。あとは 1.5 倍から2倍になるまで二次発酵させます。この時乾燥しないように少し水をかけとくと OK です。もうワンテック見てみましょう。うん、発酵してますね。さあここから最大の見せ場、ベーコンエピ切っていきます。キッチンバサミを寝かせて深めに切ってずらす、これがポイントです。あとは200度に予熱したオーブンで18分焼いたら完成です。こんな感じで香ばしい焼き色がついたら OK という目安ですね。ぜひ焼きたてのパリパリっとした食感を味わっていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。